富田康弘さんは商店会の会長、毎年祭りを盛り上げて、あのクリスタルキングを呼んだこともある。板倉初江さんは女たてらにクレーン車を動かし、6人の子供を育て上げだ。敗戦のどん底から、この国の再繁栄期を築き上げたあなた方なら、その魂をきっとどこかに残している。初だと期待した私が愚かでした。いいですが、二度と老後の暇つぶしに私を巻き込まないでいただきたい。心優し谷同士、お高い傷を舐め合いながら、穏やかに健やかにどうぞくだばっていてください。それでは皆さん、さようなら。はっきり申し上げておく。校内の誰よりも伊勢志摩を出ようさ、意見を本気で考え、金融庁検査を乗り切ろうと努力しているのは我々です。いや、我々以上に伊勢志摩ホテルの担当にふさわしい者はこの銀行にはいない。これ以上足を引っ張るようなら徹底的に戦います。やられたらやり返し、倍返しだ。覚えておいていただこう。